子供の頃に家庭崩壊した恐怖や寂しさと、小中学校で受けたいじめの思い出が一度に襲ってくることが30年以上続いています。ありもしない破滅の未来が意識せずに映像として浮かび上がり、激しい不安に襲われます。どうしたらいいでしょうか。数々の心療内科でも解決案が出ませんでした。助けてほしいですということですね。はい まあ子どもの頃の,その恐怖体験とかが全然その大人になっても抜けないってことですよねまあそういう人結構いますねトラウマの人とかそうですよねあの全然あのたくさんいますで解決案が出ます解決案を探すっていう治療ではないんですよねトラウマの治療なのであの解決していくっていうよりはその思い出とか体験を受け止めるっていう作業になるんですね なので治療の場ではですねもう何度も何度もその話をしてみてで喋ったり表現することでようやくこう受け入れていけるのでまずそうしていくっていうのは重要かなと思いますだからきちんと喋ってみるといいと思いますよで喋ったものを相手がまた返してみてでまた喋ってみるっていう経験をするとですねあの受け入れやすくなると思いますねうん。 それでもなおねなかなかこのトラウマから抜け切られないってことはありますけどまずそれが一点かなと思いますで語っていく中でやっぱり新しい意味付けができるんですよね あの時の時自分はそうだったんだなだなけど今大人になってみるとそうじゃないんだろうなとかあの時すごい嫌な思いをしたけれどもそんなにひどいことじゃなかったなとかいやあれはひどかったなさすがにいけないよなとかでも現代ではそんなのありえないよなとか、まあ、何かしらのだから同じ物語を読んでいても違った意味が見つかるように体験や記憶っていうのもあの違った意味合いがですね生まれてきますので。 ちょっとくじけずにですね、まあ主治医の先生に相談したりとか、まあカウンセリングとかをやってみるとかを検討されるといいんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、PTSD の動画とか撮ってると思いますね。複雑性 PTSD とか、普通の PTSD の動画を撮っているので、もしよかったらですね、そちらもご確認ください。